こんにちは、八木下でございます。まあ、ご存知の方もいらっしゃるんですが、私は元シックスアパートの社員で、社員番号が7番、というとっても古株の人間でした。なので、実はこの PHP の API が実装される経緯ですとかっていうのは、いろいろ昔の人からですね、聞いたりしているんですね。ということで、まあ、今回いい機会ですので、そこをちょっとですね、お話ししたいかなと思います。おかげさまで、ムーバブルタイプの、まあ、最初の、まあ、これ全世界ですね、全世界で見たときに、最初のバージョンが出てから12年になる、今年の10月で12年になります。日本で出たのが2004年か、そうですね、シックスアパートができたのが2003年の12月だから、シックスアパート株式会社ですね、2003年の12月なので、まあそうですね、かなり前からやってます。で、まあ、その違いっていう、この、まあ、違いっていうのは、当初ですね、まあ、有志の方々が日本語化ですとかってことをやっていただいてたわけです。で、実は、まあ、その頃からですね、まあ、最初の頃から、まあ、やはり再構築に関してコンテンツの量が増えてくると、やっぱりコンテンツ、再構築に時間かかるよねっていうのはいろいろ言われていたんですね。で、ちょうど、まあ、その頃にですね、要はワードプレスの最初のバージョンがリリースされたっていうこともあって、やはり、最初からですね、そのワードプレスのように、リクエストのあったたびにですね、コンテンツを生成するような仕組みっていうのをちゃんと入れておかないとまずいよねというところからですね、実はこの PHP API っていうのは実装されてきています。まあ、ムーバブルタイプの良さっていうのは、先ほど藤本さんおっしゃったように、そのデータの部分と、まあ、なんていうんですかね、そのデータを加工して表示するためのロジックが分離されているっていうところなんですが、まあ、この良さ、実はこの MT のバージョン、最初のバージョンから今までですね、この何もずっと変わらないこの良さを維持しつつ、ダイナミックにページを出力するような仕組みを作ろうというところで、PHP API というのを用意しています。さて、この PHP API なんですが、最初に出たバージョンいくつだと思いますか？実はですね、2004年の10月の 3.1 です。これ当初は MySQL しかサポートできてなかったんですが、それからだんだんこう別のデータベースもサポートするという形でなっています。で、当初は、サポートしている PHP のバージョンも4からサポートしていたということもあって、実は、データベースの接続の部分も EGSQL とか、使っていました。今は、まあ、そんなものは使ってないんですけれど、という形でかなり、この PHP API のベース自身はですね、古くからあるものになります。で、先ほど申し上げましたように、ワードプレスとの、が持っているような機能ですね、ブラウザーからのリクエストの際に HTML を出力するような機能っていうのを、提供しましょう。そして、再構築の負荷を軽減させるものというところでですね、実はこの PHP API っていうのを、開発しているというのはご説明させていただきました。じゃあ実際にどれくらい差があるのかっていうのを、実際の私のマシンの、お話をご紹介したいと思います。今この私の環境では 5.2.7 っていう、まあ、MT の最新バージョンが動いている状態です。で、この一つのブログに、ブログの記事が1200件。で、カテゴリーが、まあ、なんか、気の遠くなるような、あれですね、数字のものがあります。まあ、実はこれ、シックスアパートが持っているテストツールで、データを作っているんですが、まあ、こんな形でなっています。で、これをですね、全部、ファイルがない状態で、全部再構築をするといったときに、全部のファイルをですね、スタティックに出力するということにすると、私の環境では、だいたい1分58秒、約2分かかっています。まあ、だいたい、ファイルの数でいうと、2000弱ですね、まあ、作るので、まあ
SSD だとは言いながらも、まあ、こんなにかかるのねっていう話になります。でここの中で、ダイナミックパブリッシングを月別のアーカイブと、カテゴリーのアーカイブですね、月別に、こう整理する仕組みと、整理したページとカテゴリー別に整理したページ、それをダイナミックで出力するという設定をしたときに、まあ、どれぐらいかか、短縮されるのかというとこちらのようになります。1分39秒ですから、まあ、20秒ですね、たかだか20秒なんですが、実はこの20秒というのは非常に大きい、まあ、使って言うとですね、大きい影響が出てきますという形で、まあ、そうですね、このテスト環境で言うと、そういう形でこう、まあ、再構築の時間を短縮することができるというふうになります。実際の MT の再構築は、ブログの記事が追加されたときにその前後の記事と、含めて、やりますので、ファイルのその対象のファイルの数って非常に少なくなるんですね。ですので、まあ、サイト全体を更新するということにはならないので、まあ、こんなふうには時間をかかりません。さて、そのダイナミックパブリッシングなんですが、設定自身は非常に簡単でできるようになっていて、まあ、ご存知の通り、テンプレートの設定の中で出力する、まあ、このアーカイブマッピングで、どういうふうに出力するかというところでダイナミックを選択していただく形になります。これだけで、まあ、管理画面上では、これだけでも設定済むような形になります。では実際にこの中でファイルがどういうふうにやっていくのか、要はブラウザーからのリクエストがあったときにどういうふうに作っていくのかということについて、ちょっと別の画面を使ってご説明したいと思います。ここにありますようにダイナミックパブリッシングの処理は、404のエラーをフックして、処理を実行するという形になっています。実際にはよこれはセット、このように、ダイナミックパブリッシングの設定をすると自動的に、まあ、アパッチであればですね、HT アクセスを作るような環境になります。まあ、基本的にムーバブタイプでの利用というのは、アパッチを利用することが非常に多いので、まあ、その結果として、まあ、自動的にこの HT アクセスを作るような形になっています。で、まあ、見ればですね、アパッチの設定をよくやられている方だと分かるんですが、ここにあるようにリライトエンジンをオンにして、で最終的にはですね、この MTViewPHP に、まあ、遷移するという形になります。で遷移するときにリクエストの URL の情報ですね、っていうのを送っているというのが、まあ、お分かりいただけるんではないかと思います。さてこの MTViewPHP なんですが、ここからがだんだん、本質的なですね、API の話になります。はい、MTViewPHP の内容は、たったこの3行だけになります。最初に、まあ、全て その機能で共通化する、まあ、MT.php というのを、読みます。でその後、まあ、インスタンスを作ります。でインスタンスを作るんですが、その時に、そのブログの ID と、環境変数ですねを記述している環境変数、変数を指定している mtconfigcgi という環境設定ファイルですね、この環境設定ファイルの場所を、合わせて渡してあります。でこの mtconfigcgi の中には、どこだ、このようにデータベースに関する情報ですとか、まあ、いろいろなですね、メール送信に関する情報ですとかが入っています。はい、ということで MTViewPHP の中では、まあ、MT ダラ MT という形でインスタンスを作って、そこで、ビューを、実行する形になっています。でこの MTPHP.php の中では、確か一番最後だったよね。
まあ、いろいろほげほげやってる、まあ、初期化に関するコードだとか、環境設定ファイルの情報を読み込んだとか、まあ、環境設定の情報も、データベースの中に入れることができるので、それを入れるだとか、Windows の時はこうしてねとかっていろいろやっているんですが、最後に、ここに行きます。で、この中では、まあ、その MTViewPHP に渡されているその、元のリクエストですね、元のリクエストの URL の情報を解析して、そしてその中から、テンプレートの情報を引っ張ってきて、ブログの ID と、エントリーの ID と、テンプレートの ID を取得して、ページをそこで生成するという形をやっています。とっても長いことをやっているわけですね。なので、以前藤野さんのブログのエントリーにもありましたけど、まあ、こういった初期化処理とかが一生懸命やっているのがゆえにですね、やはりダイナミックパブリッシングの部分に関してはその若干の時間が、まあ、遅くなりますよというのは、遅くなる、またはサーバーに対する負荷が発生するというのは、否めない状態になっています。ただ、キャッシュの、まあ、ワードプレスもそうだと思うんですが、キャッシュの仕組みを内部で持っているので、ある程度ですね、改善できるような形を持っています。はい、今までのところを、もう一度プレゼンで戻しますと、最初にここにあるように、404のエラーを復しているということと、根幹的には MTBPHP が頑張っていますということです。で、ここにスマーティーを利用して表示って書いてあるんですが、実際にその出力するときにはですね、スマーティーを使ってます。これは、まあ、もう10年前のですね、約10年前のそのからですね、このスマーティーを使う形でやっています。まあ、今だったら別のフレームワークを使ってもいいんですが、まあ、ここの前に、他にですね、手をつけたいところがあるので、やらないという状態になります。さて、じゃあ実際にどういうふうに、表示されていくのかというところを確認するために、ここを例に挙げましょう。これは先ほど出力したブログになります。で、ここで、月別アーカイブですね、月別アーカイブはもう、こんな、まあ、こんぐらいの時間間隔で出てくるようになります。で、じゃあ次に、まだカテゴリーのアーカイブにアクセスをしていないので、ここで、カテゴリーのアーカイブにアクセスしてみたいと思います。そうすると若干なんですが、こう、先ほどの月別アーカイブと、レスポンスが異なるかなというのがお分かりいただけるのではないかと思います。さて、このスマーティーを使って出力しているというところなんですが、実は、MT の中では内部的に、こういったですね、キャッシュ、まあ、キャッシュと言いますか、スマーティーに対応した、まあ、PHP の、ページを作っています。で、実はこれを使ってデータベースのデータを入れ込んで加工して、作るということをやっています。ですので、まあ、普通はこれはあのテンプレートアンダー C という、ディレクトリに置かれて、自動生成されるので、基本的には誰もが、まあ、分からない、いじれないところになっているんですが、基本的に、PHP の中でですね、ロジックと、まあ、データをうまく分離するためにですね、実際にはこういった、仮の、仮って言いますか、キャッシュ用のファイルを作って、テンプラリーのファイルを作って、それを、利用して、ページを生成するということをやっているわけです。はい。はい、今までのところをもう一度整理すると、MTViewPHP で、頑張っているよと。ということと、実際には、こういったテンプレートの内容が、ダイナミックパブリッシング上ではこういうふうに、内容を、変換されてですね、この PHP のページを表示する、使って表示するという形になっているというところまでご説明させていただきました。
で、実際にこの PHP の世界から中でですね、テンプレートのタグを解析する部分ですね、テンプレートのタグを解析する部分で、まあ、スマーティーを使っていると言いましたが、例えば、ブログの名前を表示するというのは、こういった形で、それぞれファンクションの、まあ、それぞれですね、タグに応じてファイルを作っています。最初に、なんか矢印がないな。まあいいか。ファンクションのところを見ていただいて分かるように、最初にスマーティーがあって、次に、ファンクションと書いてありますが、これは、ムーバブルタイプのテンプレートタグの、あれですね、種類になります。ですので、ここが、ブロックになったり、ファンクションになったり、まあ、またはモディファイアーだとかですね、そういった、形になります。で、次に、そのテンプレートのタグの名前になるというふうになります。で、これはどうしているかというと、現在有効な、オブジェクトの、現在その使っているですね、ブログオブジェクトの中から、その名前を引っ張ってきて戻してちょうだいねということを、まあ、書いているわけですが、まあこれはそのブログのデータベースにアクセスしてそのブログ ID3 番のブログ名を引っ張ってくるというところをここでやっているわけですね。という形になります。ですので実際に MT をインストールするとタグごとにこういった PHP のファイルが山のようにできます。実際にこれ今まあ、ローカルの環境ですが、この PHP の下に、こんなふうにたくさんあるのがお分かりいただけるのではないかと思います。ですので、よくパフォーマンスをチューニングしたい、PHP 系でパフォーマンスをチューニングしたいといったときには、実は初期化処理のときに、このディレクトリを舐めていって、どんどんその、まあオブジェクトに入れていくので、ここの使わないテンプレートタグはこのディレクトリから外すということはよくやったりします。これは隠されたチップスですね、はい。特に Windows 系になるとディスク IO のキャッシュが効かないととっても遅くなるので、まあ、そういったことをやったりします。で、こうやって見ていきますと、クラスとかっていうのが出てきて見えていると思うんですが、これからですね、そのクラスのことについてご説明していきます。はい。よいしょ。PHP から利用するための方法なんですが、として、まあよくやる、まあ、なんていうんですかね、普通のその MT のお作法で従ってやるんではなくて、どちらかというと PHP のお作法でやっていくためには、どういうふうに利用するのかというところを、これからご説明していきたいと思います。例えば、アプリケーションの開発をしていく中で、極端なし、その MT のお作法にあるようにテンプレートを作って、テンプレートタグを作って、テンプレートを書いて何か処理するっていうようなことをが不要な、まあ、本当にそのアプリケーションっていうケースがあったりします。昔、僕もですね、2008年の頃だったかな、まあ、今は別のシステム、MT の別のシステムに置き換わったんですが、そこでは、カレンダーの情報ですね、イベントの情報を、まあ様々な角度から表示するためにですね、PHP を使って、出力するということをやっていました。で、その時に、まあ、コードイグナイターをエンジンとして使っていたんですが、その時には、こんな風にですね、ゴリゴリ、ハードコーディングした形でやっています。ですので、まあ、MT のそのお作法に従ってテンプレートタグでやっていくっていう方法もありますし、まあ、こういった形でですね、直接、書いていくっていう方法もあるというところで、ご紹介していきたいと思います。最初に、まあ、ここの PHP のコードのところだけ見ていただきたいんですが、これは
要はシステム管理者、まあ、オーサー ID が一番というのは、まあ、基本的にシステム管理者になるんですが、そのシステム管理者の、表示名を、まあ、ここに表示しますよというですね、処理をやるときに、どんな書き方をするかというところになります。最初に、全ての、ロジックで共通になります mt.php を読み込みますと。であと、環境、設定ファイルですね、 mtconfig.cgi の情報というのを、最初に、まあ、変数で定義しておきます。で次に、インクルードして、インスタンスを生成して、あとは次にこのクラスですね、オーサー、出力するのは、MT オーサーっていうオブジェクトからの、情報ですので、この MT オーサーに関する、クラスを、読み込みます。そして、まあ、こういう形でですね、オーサーを、オーサー ID で絞り込んで、オブジェクトを取得して、表示をするという、これだけのものになります。ですので、まあ、テンプレートタグを書かなくてもですね、読み込みだけ MT のデータを読み込んで何かその PHP で処理するということであれば、この仕組み、この流れを大きく変えなければですね、基本的にはできると。あと、先ほどのできることになります。さっきのどれだっけ、どうだ、これとの違いで言うと、まあ、ここではブログ ID を指定していますし、ということぐらいですかね。ですので、これの部分だけ、やっていただければ、その PHP に得意な方でもですね、いろいろ、作ることができるというふうになります。今言ったクラスに関しても、基本的には、まあ、全部のオブジェクトの情報が入っているので、極端な話、ファイルのアップロードしたファイルの情報を使うだとか、そうですね、エントリーの情報を取ってくれるだとか、まあ、これをやればですね、今藤本さんがやった逆のことですね、ワードプレスの中で MT の情報を引っ張ってきて表示するということが実はできたりするわけですね。そんなところに何の価値があるのかどうかはよくわからないんですが、まあ、そういう、こともできるということを、お伝えしたいと思います。で実は、このは、まあ、こんなにたくさん、クラスとかがあるんですが、それを、まあ、一つ一つ、紐解いていただくと、まあ、これからですね、次のセッションで、予定されていると思うんですが、要はダイナミックパブリッシングをよりもっとですね、こう使いやすい、技術に、格上げしていただいた、したダイナミック MTML という技術があるんですが、そういったものも開発できるようになります。これぐらいのコードだったら多分プログラマーの人だったら全然 OK かなと思います。はい。ですので、今日、まあ、30分って言われたんですが、30分もかけないで、さっと話をしますと、ムーバブルタイプの PHP API というのは、ここにありますように、PHP から MT のオブジェクトをアクセスするための、まあ、API になりますと。で基本的には、get インスタンスして、そのオブジェクトのクラスをリクワイア、まあ、したら しますと。で次に、そのオブジェクトの ID ですとか、まあ、取得するための条件を ID 等々で指定してすると、そのもう情報が取ってこれるよという形になります。で、まあ、これをですね、毎回毎回全てのお客様がやるってわけにはいかないので、それを、使えるようにするためにスマーティーと連携して、まあ、ダイナミックに、ワードプレスのようにダイナミックに出力するというのがダイナミックパブリッシングという機能でした。でこのダイナミックパブリッシングはとっても古くから上がっているので、まあ、今後ですね、今後の6アパートでは、まあ、より早くするための仕組みというのを改善するためのですね、技術をいろいろ適用していくことになるのではないかなと思います。ざっとではございますが、
あんまり喋ることないんだよね、PHP API ってね。実は。なので、まあ、これぐらいで終わりにさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。何か質問は、質問はすべて次の方に振っていただいても結構なんですが。ダイナミックパブリッシングで、はい、で再構築したときに、PHP DB 以下が再構築される。いや、そうではなくて、ダイナミックパブリッシングの設定でやっているときっていうのは、ファイル作らないんですよ。はいはい、ファイルを作らないんですよ。そもそも、はい、そもそもファイルを作りません。はいはい、なので、どういう形になるかっていうので、ちょっと、一つの例で言うと、よいしょ。ここを見、ちゃんと設定を見せようね。ささやってごまかしたわけじゃないんですが、この月別な、まあ、アーカイブリストっていうのはこうやって、YYMMDD で、まあ、要は日付がですね、でこうディレクトリが切られるような形になって、設定しているんですね。ところが実際のファイルシステム上ではこれ見ていただいてお分かりのように、はい、入っていません。ですから、ダイナミックパブリッシングの設定をしたときには、必ずそのなんていうんですかね、ファイルは作らないんですね。で、はい、で404とかのエラーが発生するじゃないですか、ファイルがないの で、 でその404の時に、が発生したらその mtviewphp に、こうリクエストを遷移してねっていうことを ht アクセスに書いてるんです。でそうすると ht アクセスでいくと今何もアクセスがないんですが、ない状態にしてるんですが、ここで例えばこの月別アーカイブを表示しようとするとこうしたね、はい、そうするとこのテンプレートアンダースコア C という、まあ、内部で使っているそのテンプラリーのファイルがあるんですが、ここに、こういう PHP ファイルを作ります。で これが先ほど言ったなんかもう見るだけで気持ち悪くなるようなそんなこと違うんですね。一生懸命書いてるんだから、こういうファイルになります。で実際にはそのこれがまあ仮のテンプレート情報になるの で、 でこれに、実際 の、 そのデータを組み合わせて、まあ、加工して、まあなんですかね、出力するための情報を作ります。でそれをブラウザーに返してあげるということをやっているんですね。ですので、最初にこのファイルがなかったらこのファイルを作りなさいねとかっていうことを全部やそのリクエストの時にやっているんです。そういった初期化処理を最初にやるがゆえに、まあ、いろいろ遅くはなるんだけれど、その都度作るので遅くはなるけれど、ファイルを作らなくて済みますよねというところになります。今のでわかりますか？そうです。あ、なんかこういやダイナミックパイプリッシングの時になんかちょっと時間かかってるんで何してるんだろうと思ってたんです。まあ、時間かかってるのは大きく分けて2つあって、はい、最初にこの、MT のインストールした MT の中に PHP っていうディレクトリがあって、はい、でその中に DIV ってあるんですけど、この中身全部読む。あ、それを読みに行って。あとデータベースに要は、環境設定ファイルがありますよね。MT コンフィグ CGI の情報を使ってデータベースにもアクセスします。実際には環境設定のファイルって。こういった MT コンフィグ CGI だけではなくてそのプラグインのデータとしてデータベースに格納するケースもあるんですね。ものによってはそういうこともやったりしているのがあるので、結局、リアルなファイルもなめるわ、データベースにもアクセスするわということをやります。で MT 自身はよくその業務系のアプリケーションに言うとデータベースに接続したら
実はデータベースに接続するというのは一番こう時間のかかる処理なんですね。なので、そういったこうさまざまな要素が組み合わさって、ダイナミック MTML はあダイナミックごめんなさいダイナミック MTML じゃなくてダイナミックパブリッシングは遅くない。ダイナミック MTML は遅くないですよね。なんすよ。すごい。はい。はい。他に何かございますでしょうか。このディレクトリから除けば大丈夫です。で、特に Windows だとそれが顕著になります。そういうみんな Windows で苦労してるからね。言っとかないとね。君たちが悪いわけ。ですので、まあ、その何ていうのかな、ワードプレスと違って、MT っていろんなデータベースをサポートするというところで、かなりその抽象化するということを、最初からやっているがゆえに、まあ、OS がどんな OS でも動くようにしているんですが、そういったところでこう、逆にオーバーヘッドのところもあるというのは、否めないと思います。で、他に何かございますでしょうか。そうね、コードイグナイターやった時のコードイグナイターから別のシステムに変わったその別のシステム担当者が今日来てるんですよね。だからね、あんまり中のこと言っちゃいかんかなと思って今日は言って、差し控えさせていただきました。じゃあこれで終わりにしていいですか。はい、ありがとうございます。